タロ散歩チャンネル。ということで、おはようございます。太郎でございます。本日2023年3月28日火曜日、私ただいま広島県は廿日市市の宮島口に来ております。まあ、せっかくね、広島県には広電中路面電車があるので、試しに1回乗ってみんでということで、今日は廿日市からまずこの宮島口まで190円でやってまいりました。ちなみに IC カード使った場合は10円安くなって180円になります。私ちょっと現金になったんで190円で今回やってまいりました。で、今日はですね、まずはこちらの宮島フェリーターミナルから宮島にちょっと寄り道して、それから広島市の街の中を少し探索して、そして最終的には四国の愛媛県松山市に行くことができればいいなというふうに思っております。まあ、多分行きます。交通機関としてはなかなか行きづらい場所ではあるんで、広島から愛媛、その辺もどうなるか楽しみにしながら、本日も一日お付き合いいただければと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。ちなみに今の時間はですね、こちらの時刻表から見ても分かる通り、まだ朝の8時前なんですよ。あ、そうですね、ここにもありますね、7時57分で、そろそろ8時というぐらいなんですけれども、今日はこのフェリーターミナルからまず宮島に行くんですけれども、宮島に行くフェリーは2つありまして、こちら側の松台フェリーっていうのと、あ、書いてますね、左側の宮島松台汽船というものと、それから右側の JR 西日本宮島フェリーというのと、2つの会社が運航しております。まあ、どっち乗っても同じところに行くんですけれども、全然いいんですけれども、今回我々はこちらの青春18切符を持っているので、松台汽船で行くよりも JR 西日本の宮島フェリーを使った方がお得なんです。なぜならば、この青春18切符で宮島フェリーに乗ることができるんですね。 JR 西日本の方はもうすぐ松台フェリーは出るんですけれども、それを無視しまして、こちらの JR 西日本宮島フェリーでまずは宮島の方に行きたいと思います。ただですね、今日一発目の JR 仕様がこの宮島フェリーなんですよ。朝初っ端こちらの宮島フェリーに乗っていくので、スタンプはどういうような押され方するんでしょうね。ちょっと楽しみですね。ごめんなさい、この7時57分というのは船が出発する時間で、現在の時間はもうちょっと早かったです。まだ出港10分ぐらい前ですね、7時47分。あ、もう今日はね、絶好の宮島日和ですよ。宮島の厳島神社の大鳥居とか、ここから見えるのかな、あれか、あ、見えますわ、見えますわ。あ、見てくださいよ、宮島の大鳥居。前回実は2022年の9月に来た時は補修工事中で、工事の柵がしてあったんですよね。宮島口本土側から行く場合は、切符 IC カードは下船時に宮島桟橋の改札係員にお渡しくださいというふうに書いてあります。それはともかく、まずはじゃあこちらの宮島丸というのに乗って、そして宮島に行きたいと思います。これ車も乗れるんですね。椅子に座ることもできるんですけれども、せっかくのこの天気なのでね、
まあ、それを見ながら行かない手はないでしょうということで、一番上のフロアまでやってまいりました。ちょうど松田駅店が宮島の方からやってきました。あと他にも宮島から直接広島港に行くっていうそういう便もあるんですよね。ということで宮島に到着しました。半年ぶりの宮島です。お迎えの松田駅線の方も今到着しましたけれども、あっちも結構人乗ってますね。乗ってますねっていうか、まだ朝の8時なんですけどね。もう朝からこんなに人が来るんですね。まあ、その私もその一人なんであれなんですけども、宮島水族館ではスナメリの赤ちゃんが生まれて、ニハルって名前が付けられたそうです。ありがとうございます。18キップ、今日最初なんですけど、ここ定時だけで、自転車の駅の方ですけど、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そのまま通ってください。わかりました、はい、ありがとうございます。今日は時間はあるとはいえそんなに長いはできませんが、まあ、ざっくりとちょっと春の宮島を楽しんでいきたいなと思います。早速ね、島の方を見つけました。第一島民発見しましたよ。北海道じゃね、トレインキラーとして列車の運行を遅らせるあいつの仲間ですけれども、ここではそんなことはなさそうです。まあ、朝の8時ですからね、まだなんやかんや、まだお店も全然開いておりません。そしてこちらの方に行くと、厳島神社、宮島水族館、もみじ谷等々あります。結構厳島って私そんな大きくない島かなと思ったら結構大きい島なんですよね。しかもこんな急な階段がこんなとこにありますよ。こちらが溶岩山、厳島市合戦史跡なんていうのがありますけども、ちょっと登ってみますか。ちょっと階段が急なのでそれだけ気をつけながら行きましょう。手すりのようなものがないのでそれも気をつけなくちゃいけないですね。もう、まあ、眺めはいいですよ。高いですけどもこんな感じで。厳島神社の大鳥居もこれ横からよく見えます。なんか随分小高いところまでやってきましたけれども、よいしょ。でもね、桜が綺麗。てっぺんらしきところに東屋があるや。ちょっと張り行ってみましょうか。ここが溶岩山という山らしいです。木が眺めをなんか塞いでて、ちょっと海の眺めとか見えませんね。ちょっとこっちの方下って行ってみますか。よいしょ。少し古いお社があります。賽銭箱もここにあります。これ蓋開いたりするのかな。まあ、鍵かかってます。そりゃそうですね。ちょっと気をつけてないと転落してちょっとえらいことになるんで、こんなところで行方不明になるのもあれですからね。ただそうですね、あれが桟橋の船の桟橋で、その真裏ぐらいに来るんだ。まあ、そうですね、ちょっと行って登ってきただけですからね。そりゃそうですね。厳島神社ここから歩いて何分かっていうところにあるんですけども、もうその他にもぐるーっと大きく島が囲んでありまして、でなんか向こうの方の山に行くと
要塞らしきものもあったらしいですよ。あるらしいですよ。なんか何なんだろう、太平洋戦争とかで何か使ってた砲台の跡みたいな、そういうのがあるらしいっていうのは聞いたことがありますけども、とりあえずまた今来た道を戻って厳島神社の方に行きましょうか。怖い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 。木の札に何か書いてあるかなと思ったんですけど、何にも書いてないですね。ちょっと色あせてしまったのか分かりませんけれども、何も書いてないです。あ、そしてここに降りる口があるけど、怖いなこれ。本当に手すりないんで、すごい気をつけて歩かないと、ちょっとした隙になんか行っちゃいそうですね。怖いですね。今来た道もそうで、手すりはないんだけれども、ちょっと階段が不安定なので、本当に気をつけながら行きましょう。ここは十分に気をつけていきましょう。怖い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 、本気で怖い。こんな急なところでしかも手すりないから。無事に降りてきましたけれども、これが妖怪山だっていうのは分かったんですけど、なんかこれ東急ハンズのあれみたいですよね。ただこれが厳島合戦の地跡だっていうのはちょっと見落としましたね。どっかにあると思うんですけども、それらしいものが、この山自体がそういった合戦の場所にはなったと思うんですけどね。真正面にはマウントを取るかのように日本三景宮島という風に書いてあります。これ柵がしてあるんですけど、車が通れないだけであって、人は普通に脇から入ることができそうです。この隙間から砂浜に降りてみました。足元をよく見ると、あの鹿の足跡がこんな風に点々点とついてるんですよ。これあれですよね、夜中この辺で鹿のカップルがイチャついてたんじゃないかっていうぐらい、なんかこう足跡がついてますけどね。あとですね、ここの砂浜結構あの踏み固められてるというか結構硬い、こう結構ズブズブ入ってかないんですよ。足跡がちょっとつくぐらいですね。意外と砂地が硬い。まあ掘れば普通にこういう風に掘られますけれども、向こうの方には宮島口本土の方に行く船が、そして反対側からはこちらの島の方にやってくる船がやってきております。厳島神社の入り口の鳥居までやってきました。これは下の方は歩いていけるのかな、行ってもいいような気がするんですけど、まあとりあえずこっちの道に戻りましょう。正直歩きやすい向こうの方が。大通りのそばまでやってまいりました。半年前に来た時は改修工事中で足場が組んであったので、こうやって生で見るのは初めてです。潮が引いてれば鳥居の足元まで行くことはできるらしいんですけれども、そこまで今は潮が引いてないので、まあ、行けるところまで行って眺めを楽しんでみましょうね。おっとっと、ここ階段ついてるわけじゃなかったよ。やべやべ、こちらこちら、下まで降りてまいりました。こちらには厳島神社がよく見えます。まあ、厳島神社は拝観料かかるので、ちょっと今回はパスします。厳島神社のこの舞台からこちらの鳥居を眺めることもできますし、まあ、こちらの砂浜に降りて厳島神社を眺めることもできます。海藻の磯の香りがする。あそこには何らかの鳥がいます。ごめんなさい、私あんまり鳥は詳しくないんですけども、なんかサギとかシギとかそういうような鳥がいます。上の方には万葉仮名で厳島神社って書いてますね。天気もいいんでのんびりしていたいんですけれども、そうも言ってられないんですよ。じゃあもう9時も近いので、そろそろ広島市の市街地の方に行きたいと思います。
こっちのね、厳島神社とかももうちょっとゆっくり見てみたいんですけれども、まあ、それはまた改めて機会を見つけてこっちの方にやってくるということで、今回の宮島はここまでにしましょう。まあ、あとですね、みんな鳥居ばっかりに目が行ってるんですけども、まあ、こういった石碑もあるということを一応伝えておきましょうか。なんか戦勝祈願とかなのかな、なんか達筆すぎてちょっと読めない部分があるんですけれども、神がどうたるとか兜をどうしろとか、なんか太閤軍がどうたるとかいろいろ書いてあるんですけども、なんとなく戦勝祈願っぽいようなこと書いてるのかなっていう気がするような碑がここにあります。まあ日本もね、そういう時代がありましたからね。僕は奉納大教書奉節なんちゃら章でちょっと埋まっちゃってますけども、これなんか1940年って書いてます。あ、違う、明治40年って書いてます。1907年かな、広島米取引なんとか仲介人なんとかって書いてますけども、ちょっと今日は食べていかないですけれども、ここに宮島カレーパン研究所っていうのがありまして、さっき厳島神社行くときに見たんですけれども、牡蠣のカレーパンがあって、牡蠣のカレーパンはここにありますけども、これね500円で売ってるんですよ。まあ、他にもこっち今ないですけれども、400円で食べれる国産和牛のカレーパンとか、それからこっちは何だろう、半熟卵のカレーパンは300円で買えるみたいです。桟橋前に来るとやたらと鹿の数が増えますね。まあ、ここにいれば何らかのおこぼれがもらえるんであろうということを皆さんなんか学習してるんでしょうか。そんなことは記憶にございませんみたいな顔ですごくなんか無視されてますけれども、よく見るとこの鹿は上の方を見ると角が取れたのか、自然に取れたのか、それともわざと人為的に切られたのかちょっと分かんないですけども、角が取れた跡がある。宮島桟橋まで戻ってまいりました。時間が今、まあ、9時になったぐらいですね。じゃあできればもうちょっと長いしたかったんですけれども、ちょっと今後のスケジュールのこともあるので、宮島はここまでにして、じゃあ次の目的地に行きましょうか。ここ見るとおだえり様とおひな様って書いてます。プリンスプリンセスですけども、まあ、反対を見ると、まあ、さっき外国人の方がね面白そうに撮ってたんですけど、写真を、宮島ひな巡りということで、おひな様の顔出し看板なんですよね。並びが今風のこっちがおだえり様でこちらがおひな様じゃなくて、こっちがおだえり様でこっちがおひな様になってます。昔からあるこの並びになってますね。ちなみに宮島島内にもバスがあるみたいで、宮島交通宮島桟橋というのがありますというバス停があります。どのぐらいの頻度で出てるんだろう。島内をこのように巡ってるような感じで、我々がいる宮島桟橋を含めて、水族館から役場前、桟橋、学校前、うんうんというふうに走って、これなんていうのか、包み川っていうのかな、こっちの方までバスが通ってるみたいです。乗車は1回大人300円、子供150円で、まあまあな本数が出てますね。宮島は広島県廿日市市なので、ここには廿日市市の宮島支所があります。役場の施設がこんなところにあります。さて続々と島の方に人が流れてきてますけれども、その流れに逆らうかのように本土の方に帰ります。ちなみにこれ実際に船代を払うといくらで行けるのかな、まあ、JR 西日本なんで電車の運賃表がここにありますけれども、宮島から宮島口までは180円で行けるみたいです。でもちろんなんですけど、そのまま電車に乗り換えすることもできまして、広島までは600円、まあ、これをこれから18切符で行くというわけでございます。あ、ここに船代180円と載ってますね。で、まもなく出港なんですけれども、この9時25分の船に次行きましょう。ちょうど今船が出発するようです。お願いします。ありがとうございます。
ちょうど今船がやってきて人がドロッとやってきてますけれども、それに逆らうかのように私含め数人の方が船に向かっております。ただちゃんと右側通行が守られているので、こんな感じで船に行くには人混みを避けるようにして行くとか、そういうことはなくてすごく楽でいいですね。ルーブなんてもあるんですね。これね、よく見たら転換クロスシートになってる。乗る側がえげつない量だ。よかった、早めに宮島に行って帰ってこれてよかったです。学校が春休みなんで子供がいっぱいいるんですよね。今日はね火曜日なんですけども、ということで時間が今だいたい9時40分上に登れる階段があったんで、ちょっと登ってみましょうか。まあそんな広いスペースじゃないですけれども、でもこうやって桟橋を眺めることもできます。あ、ちょうど今乗ってきた船が出ていきますね。結構人で溢れてて、本来車を積むようなところにも人がいっぱい乗ってますよ。あ、向こうの方には結構座れるスペースもあるんだ。あ、ただそんなにやっぱり広いスペースじゃないですね。一般人が立ち入ることのできるエリアはそんなに広くないです。向こうの方はあれか、まだ10時前なので空いてないというところでしょうか。まあ、ということで今度はこの宮島桟橋からちょっと歩いたところにあるあちらの JR の宮島口駅から広島駅まで行きたいと思います。今度はこの4回目のところにハンコが押ささるはずです。この宮島フェリー、今日一発目に乗ったのがこの18切符の利用なんですけれども、向こうの宮島桟橋でなんかスタンプを押すことができなかったみたいで、JR 乗るときにスタンプを押してくださいねというふうに言われたんですよね。なので先ほど乗ってきたこちらの広島電鉄広電は今回使わず、向こうの JR の方で行きたいんですけれども、でここは普通に横断歩道がないのでこの地下道を通って行くことになります。なんでしょうかこれ、厳島神社にこういう電鉄あるんでしょうか。なんか前回来た時になんかの電鉄を見たような気するんですけれども、なんだったかな。そうですね、宮島三姫物語的な何かがあるっぽいですね。ということで宮島口駅にやってまいりました。次はこちらの9時53分発広島行き3番乗り場、こいつに乗っていきたいと思います。お願いします。はい、4回目ですね。4回目です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで4回目のスタンプが押されました。今日はこの宮島口駅が一発目、まあ、実際にはフェリーですけども、でここはやっぱり、ね、観光名所なだけありまして、トワイライトエクスプレス水風っていうめちゃくちゃべらぼうに高い料金で乗るクルーズトレインのゲートがありますよ、このところに。
ということで広島です。お迎えには下北原行きという芸備線の列車が止まっています。あ、今出発するようですけども、ですね、これから路面電車に乗ろうかなと思います。ここですね、八丁堀、神谷町、袋町、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら、原爆ドーム前、宮島口方面で、この路面電車の広島駅っていうところからもう結構人が並んでますけども、こちらの2番系統の列車に乗ります。原爆ドーム前にやってきました。すぐそこにはもう原爆ドームがあります。もうなんか列車がひっきりなしに来てるんですよね。これが7番系統で横川駅に行くやつ で今出てったのが江波行きで、我々が乗ったのが宮島口行き。こちらが原爆ドーム、まあ、広島の街自体初めて歩いたので、これを見るのも初めてですけれども、もともとは結構立派な建物だったらしいです。広島県立の産業奨励館とか、なんかそんなような建物だったものなんですけれども、1945年、今から78年前の8月6日、ちょうどこの真上あたりで原子爆弾が、ね、炸裂して、で半径2キロぐらいのエリアは、もう一瞬にして壊滅状態になったらしいですけどね。でちょうどこの爆心地にあった原爆ドーム、産業奨励館が、まあ、ある程度形は残していってもこんな感じで壊れてしまって、まあ、その原子爆弾の、ね、恐ろしさを後世に伝えようということで、このように今でも保管されています。まあ、ところどころこういった補強工事はされているとはいえ、壊れたままの姿にこのようになって残されているんですね。ところどころ見てみると、こうレンガ造りの結構丈夫な建物なんですけどね。あの辺とかは本当に崩れたまんまの形を残してるんでしょうか。鉄の柱的な何か階段なのかな、ありますけれども、原爆ドーム、昭和20年1945年の8月3日、まあ、その時に破壊された旧広島県産業奨励館の残骸であるということです。これで20万人の方が亡くなって、まあ、半径 2km がもう壊滅状態になったというようなことが書いてあります。でこちらの方にはなんか保存工事についての話がいろいろ書かれておりますね。最初は1990年原爆投下から45年後の3月に補強工事をした旨のことが書かれています。あ、でもその前に昭和42年原爆投下から22年後に1回補強工事やってるんですね。でその後58年後に3回目の工事が、それから71年後にも4回目の補強工事、これあのあれですね、耐震工事ですね、地震対策の工事等々行われております。で昨年2021年原爆投下から76年後劣化対策工事を行われたということだそうです。よく見ると建物の中に足場がめちゃくちゃ組んであります。ただでさえ崩れたものをの残骸をそれ以上崩れないように残している、そういうもんですからね。まあ、逆に言うとよく残ってるなという感じがします。この辺なんかはもう崩れたまんまなんでしょうね。昔のまんまの形でこのように崩れたままの形が残されております。ちなみにこの手前の柱は何でしょう。この手前の柱もこれも原爆投下の当時にはあったのかな。ちょっと橋の向こうが平和記念公園らしいんで、ちょっとそっちの方から原爆ドーム見てみましょうか。
で、なんかこっちの方にカメラ向けてみると何やらすごい大きい建物建ってますけど、あれは何でしょうね。こちらの方にもドーム状の建物が建てられていますけれども、あれは何だろう。橋の中の T 字路って初めて言いましたけれども、こちらを歩きまして、あ、遠くからだとよく原爆ドームがよく見えますね。おそらくこっちが正面玄関だったんでしょうけれども、こっちよりも裏手口の方が随分とやられてる感がすごいですよね。あとなんかちょっと思ったのが、ここカーブ描いてるじゃないですか、円形に。円形にカーブ描いてるところとか、あとこの本当にドーム状のところになっている丸い筒状のエリアがあるんですけれども、こういうところっていうのは比較的綺麗に残ってるんですよね、形が。やっぱり円形とかアーチ状のものというのはそれなりに丈夫なんでしょうね、あの建物的に。で、後ろの割と、ね、直線的なところがボロボロと崩れてるなっていうような、そんなような印象を受けます。ちょうどこの川の中洲になってる部分なんですよね。だからこう川を渡るこう橋があって、で中洲に通す橋をポンと立ててて、これが定時型になっているというのがあそこの桐生橋の特徴っぽいですけれども、いや桜が綺麗ですね。そして水上バスが、これは平和記念、平和公園と宮島を結ぶ水上バスみたいです。この原爆ドーム、旧広島県産業奨励館、もともとはこういった建物だったようです。だから我々が今見てるのはこの正面のここですよね。ここと、でここはもう3階から上がもう全部吹き飛んじゃって、全部崩されちゃって、でこっちの方はもう裏の壁ぐらいしか残ってないって感じですよね。かろうじてこの辺が残ってるから1階のというところでしょうか。これちなみに建てたのがチェコの建築家のヤン・レツルっていう人が大正15年1915年に建てたんですよね。で実はこの原爆ドーム、そしてこちらの平和記念公園、こちらを少し高いところから望むことのできる施設がありまして、それがこの原爆ドームの後ろ側にあるこのビル、なんか折り鶴タワーみたいな、そういう名前がついていて、2016年に開業したらしいんですけれども、この上の方に登ってこちらの風景を見ることができるみたいです。でプラス100円を払えば折り鶴を折る体験もできるっていうふうに書いてましたね。ただですね、これ上に登るのに折り鶴の体験抜きにしても1700円かかるんですよね、まあ、ただこちらのね平和記念公園に関してはここさえ来てしまえばただで24時間これを見ることができるのでね、こういう楽しみ方もあるんじゃないかなと思います。この広島はやっぱりこう川がすごいですよね。このデルタ地帯なので、駅前の京橋川と円光川、京橋川で 旧太田川に元安川、それから天満川かな、もうとうとうすごいたくさんの川が流れてますけれども、我々がいるのがこちらの旧太田川の部分と、それからこの 元安川のこの分かれ目のところにあるここの中洲にいるんですよね。で電車はこの広島駅からこんな風にやってきたという形になります。こちらが平和の池と平和の灯火、この辺ができたのが昭和30年代だそうです。1956、7年ぐらい、だから終戦から10年ぐらい経った頃に、この爆心地の近くのこの中島地区っていうんですけど、中島地区に原爆の悲劇を伝える施設を作ろうということで作られたのがこの平和記念公園で、この平和記念公園をデザインする時も、ちょっと一悶着あったみたいで、有名な建築家日系人のイサム・ノグチにここのデザインをお願いしようかという話が出たらしいんですけれども、アメリカ国籍の日系人に頼むのはどうかということで、最終的にはここは丹下健三という、戦後の日本の建築といえばこの人っていうぐらいすごく有名な建築家なんですけども、その人に最終的にデザインを頼んだみたいです。原爆が投下された8月6日、これはもう毎年ここで追悼式典、今でも国が主催で行われてますのでね、
この辺の映像を見たことがある方結構いらっしゃるとは思うんですけれども、普段でもこのように花を捧げられて、まあ、今でもこういう風に訪れる人が、まあ、普段でも後を絶たなさそうです。安らかに眠ってください、過ちは繰り返しませぬかなと書かれた石碑の前でね、手を向ける人が後を絶ちませんけれども、このモニュメントのまっすぐ見た先にはちょうど原爆ドームが見えるようになってます。こちらの平和記念公園の片隅にはレストハウスがあります。まあ、何やらだいぶおしゃれな建物ですけれども、これは実はですね、もともと1929年に大正屋呉服店というお店として作られた建物なんですよね。でしばらく呉服店として活躍していたんですけれども、まあ、戦時中の燃料配給の関係で、まあ、軍に接収されまして、まあ、1944年の6月からは広島県の燃料配給施設燃料会館として機能するようになりました。この建物も爆心地から170メートルしかないところに建っていたので、まあ、被害は受けるんですけれども、ほとんど形は残っていたみたいですね。で、37人ほどの方がこの中にいたそうですけれども、当時資料室が地下にあってちょっと見たんですけれども、その野口栄三さんだからっていう方がたまたま用事で地下に降りた時にちょうど原爆が爆発したみたいなんです。でたまたま生き残ったんですけど、その方でもそれを除く36人の方は全員即死だったそうです。で戦後この建物を改修しようということで改修が行われて、で1957年、昭和32年からは広島市の東部の復興会館としてしばらく使われていて、でその後、まあ、最終的には現在、まあ、平和記念公園のレストハウスとして今でも使われ続けているというところです。だからちょうどその原爆が落ちて被害を受けたそういった建物の内部のコンクリートの焼けた跡とか、ひびが入ったところとか、それから地下室なんかも丸々残ってて、まあ、それを見ることができます。ちょっと見てきました。なんか撮影していいものかどうかちょっと迷ったので撮影はしなかったんですけれども、その原爆が落とされた当時の姿がこの建物の中にちゃんと各所に残されております。でこちらが元安橋、これは戦前からこちらに橋があったみたいです。ただここからもよく原爆ドームを見ることができます。で原爆ドームのちょっと行ったあたりが爆心地だったらしいんですよね。今だからちょうどあっちのビルのあたりなんですけど、あのビルのあたりの真上で爆発して、まあ、ほぼ真下にあったので上向きに爆風が来たみたいで、床の底が抜けるような形でこの建物は破壊されたみたいです。で対してこちらも生き残った建物ですけども、こちらも割と横からの爆風があったみたいですね。ちょっとやっぱり距離があったんで爆心地から。でもこの建物も割と頑丈で結局生き残り、でこの建物とこちらの原爆ドームは今でも残されているという形になっております。あ、ちなみに今乗ってきたこの路面電車路線あるじゃないですか、この路線も昔からここを通ってたみたいですね。こんなところに広島市の道路原標があります。もうちょっと行ったらすぐそこが原爆ドームなんですけどね、原爆ドームのすぐ近くに道路原標があります。こうドームの中は柵がしてあって入れないんですけれども、周りから見ることができます。もうちゃんと警告がありますよ。柵内に入ると警報器が作動します、絶対に入っちゃダメですよみたいなことが書いてあります。まあ、大正、これが1915年、今から100年ちょっとぐらい前にできたんですけれども、大きくて立派で新しい建物だったんで、まあ、当時は結構人気のある建物だったみたいですよ。あれも当時の鉄骨だと思うんですけれども、こういうのももうそのまんま残してるんですよね。もう瓦礫とかも当時のまんまですよね。この状態で崩れたんです。だからこういうのあるじゃないですか。これなんかはどこだろうな、上の方の装飾のあれかな、あの辺が欠けて、あっちかもしれないですけども、あれが欠けて落っこったのが多分あれですよね。というのもそのまんま残されています。
できた当時はここが正面玄関で、ここから入ってで、この円筒形の筒型のドームがあって、そして周りに建物があったという、そういう感じだったようですね。じゃあ時間もちょっと押してきてるので、12時半過ぎてますので、平和記念公園はこの辺にしまして、じゃあ路面電車に乗って広島駅に戻って次の目的地に行きたいと思います。で、ここの横断歩道を渡ろうとしましたら、まだ教養開始されていないみたいで、少しの間ここは待たなくちゃいけないですね。3月末まで。ということで、改めまして原爆ドーム前停留所、来た電車に乗りましょう。どうせ全部広島駅に行きますので。あ、これは行かないか。これは広電前というところに行くみたい で、次のやつはこれは違いますね。広島港行きなので、これも違います。で、この次はなんか広島駅行きになってみたい。あと7分で来るというふうに書かれております。さっきのここの3月末に使われるこの工事中のここの横断歩道からこっちの方に来れるように今工事してたんですね。あ、そういうことか。広島駅行きが来たんですけどね、これのすぐ後に、ね、もう一本来るんですよ。で、今ね結構お客さん並んでるんで、多分みんなこれに乗ると思うんですよ。で、あえて私はこれのね裏を書いて、これの次に来るやつに乗れば、まあ、多分多少は空いてるんじゃないかなと踏んで行きたいと思います。ただでさえ混んでますからね、ここね。で、ちょうどもう次の列車がやってきました。あ、違う、これは広電前だ。まあ、でもそう、6番のがまた次来ますんで大丈夫です。そうですね、さらに後ろのあれがまた広島駅行きですね。で、続いて7番の広電前、そしてさらに向こうの広島駅行き。すごいですね。ひっきりなしに路面電車がやってきます。ということで広島駅に戻ってまいりました。奥の方を見ますと0番系統の貸し切りというのが今出発してきました。貸し切りの場合はこれ、あの系統の番号がこれ今6番ので乗ってきたんですけれども、0番というのがあるんですね。時間が1時20分になってしまいました。ちょっと時間食っちゃいましたけれども、さあ、いよいよ四国の方に向かっていきたいと思います。で、まずはこの山陽線の西条三原方面、白石行きに乗ればいいのかな、13時35分、これに乗りたいと思います。で、何箇所か寄り道して、で最終的に四国愛媛県の方に行くという形に今回はしてみたいと思います。こんにちは。はい、おはようございます。お手洗い中であります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、
ブログサイトタロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。